おはようございます。シネマトグラファーの畑です。今日はダヴィンチリゾルブエディットページの Tips を紹介したいと思います。トラックをまとめて選択するっていう Tips です。まずはこれの元となっているのが Adobe Premiere Pro でトラックの前方選択ツール、もしくはトラックの後方選択ツールっていうものがあって、例えばここに5フレーム足したかったとか、これをまとめて後ろの方に移動したいとか、そういう時って普通だとこう選択して移動してっていうような段取りで進めるじゃないですか。もうそれをショートカット一発でそこら辺を便利にできる Tips です。でどういったことかというと、まずタイムラインにいろんなトラックを使ってクリップが配置されてるんですけど、この前方にあるクリップを全部選びたいときはオプションと Y っていうのを押します。で逆にこのカーソルより後ろのクリップを選択したい場合はコマンドとオプションと Y と押すとこういう感じで選択されます。続いて紹介するのがここのトラックの配置先コントロール、このオレンジ色で囲われたトラックっていうのがあって、トラックの名前の部分をクリックするとオンオフっていうのができるようになります。オレンジ色になっているのがアクティブっていう状態で、グレーアウトしているのが無効化している状態っていうことです。配置先トラックっていうものを使うとどういうことができるかってことなんですけど、これをアクティブにしたりオフにしたりすることで指定のトラックに作用するっていうことができるようになります。一回このリンクをオンにした状態でやってみますね。ショートカットとしては単純に Y って押します。 Y って押すと前方の指定したトラックのクリップだけを選択っていう感じで、でそれの後方を選択する場合はコマンドと Y って押します。コマンドと Y って押すとこのカーソルより後ろにある選択したトラックだけのクリップが選択されるっていうはずですね。なんですけど今この音声のトラックって全部選択されちゃってるじゃないですか。で前方のクリップ選択した時も選択してないはずのこのビデオにこのトラックも選択されちゃってるじゃないですか。これはどういうことかっていうと、今リンクがオンなんでこのクリップは映像と音声がリンクされてるんですよ。でこのクリップも同じですね。ということでここのオーディオの2番っていうのが今こう選択されてるんで、リンクされてこっちも選択されちゃってるっていうことになります。それを回避するためにはどうすればいいかっていうと、このタイムライン全体のリンクを1回解除して、その上で今と同じショートカット Y を押すと綺麗に映像と音声を別々に選択することができます。後ろの方も確認してみますと、コマンドと Y を押すとこんな感じで指定したトラックのクリップをまとめて選択することができるっていう感じになりますね。なのでこれをやる際はこのリンクの設定っていうのをちょっと気にしながらやるっていう感じになると思います。